どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユウたちには感謝している。だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はこれで去るとしよう。あなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしても、その絆が消えることはないわ。うん、そうだよ。私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。ええ、そうですね。それじゃあしきちゃんは。ちょっと待て。はい、どうぞ。決めた。私海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季の夢への第一歩ですね。でもね、私自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。最後まで PBS をやって分かったんだ。ユミチン、夜桜チン、ムラッチ、ミノリチン、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとして負けたくないって思ったの。だから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない、みんなと一緒に一人前の忍びになること。それはどこに行っても変わらないから。みのり、泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。みのりは、しきちゃんが決めたことを応援するよ。頑張れしきちゃん、頑張れ。ありがとね、みのりちん。でもね、今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。っていうか月仙の卒業後に行く可能性もあるし。卒業後でもお別れはお別れだもん。海外じゃ遠くてすぐに会えないじゃん。でも応援するけど。明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。というかさ、今すぐに行けない理由はまだみんなとやり残してることがあるからなんだよね。やり残していること？決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。だからさ、帰ろうよ、私たちの決戦に。それでド派手なパーティータイムと行こうよ。うん、そうですね。デカ盛りはわしに任せてください。それではみんなで思い切り楽しみましょう。